はい。どうも皆さん、こんにちは。えずいこです。それでは今回なんですけども、PayPay ペイペイ銀行が誕生、手数料無料で出金口座開設最大4500円ということで、今回はついにやってきました。PayPay ペイペイ銀行についてですね。この動画では、PayPay ペイペイ銀行の開設や、誰でも参加できるお得なキャンペーンについてお伝えします。で、今回の PayPay ペイペイ銀行は、今後使う上でかなりですね、便利だと思いますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは いってみましょうということで、本日4月5日、こちらジャパンネット銀行から社名変更ということで、ついに PayPay 銀行が誕生しました。そしてね、いろいろ情報が発表されまして、今回はですね、大きく発表されたことを3つにまとめました。 まず一つ目は、このペイペイ銀行の特徴なんですけども、こちらちょっと実際のね、ページを見ていただければ結構わかりやすいかなと思います。それがね、こちらなんですけども、ペイペイを一番お得に使えるペイペイ銀行ということでね。ま、いくつかの特徴に分かれておりまして、まずはここですね。ペイペイ残高への入出金がいつでも何回でも手数料0円で行うことができますと。ここが魅力的ですよね。この出金っていうところがいいですよね。しかもね、出金手数料はペイペイ銀行のみ0円でできるので、 ペイペイに銀行口座でチャージをして、そして使わなくなった分に関しては、ペイペイ銀行に出金がかけることができるっていうね。ここはまた強みですよね。で、ペイペイ以外にもキャッシュレス決済にも対応してるので、Google ググペイとか LINE ペイ、メルペイ、キャッシュ、そしてプリンにも対応してると。 で、他にもね、カードに関しては、簡単、便利、現金感覚のビザデビットということで、カード単体でビザデビットの機能もついてるんで、まあ、かなり使い勝手はいいんですよね。で、気になるね、カード券面見ていただきたいんですけども、こちらですね、ちょっと黒のデザインが今出ております。まあ、画像はイメージですっていうことなんですけども、こちらですね、ツイッターにもちょっとつぶやいたんですが、ビザデビットキャッシュカードということで、チラッとね、ここにもペイペイ銀行と出てまして、リップルマークもついてます。タッチ決済もしっかりと対応しているということで、ま、あと々ね、僕は、 あの、ジャパンネット銀行持ってるんですけども、もうカードデザインはもうガラッと変わっております。ちょっと青のね、宇宙っぽいデザインから、この黒っていう感じになってるんで、 懸面からしても結構かっこいいかなとまあ、見た感じサラサラした材質っぽいような感じもしますよねでですねちょっと気になったことがありまして僕今ジャパンネット銀行の青のカード持ってるんですがそれに切り替えることができるのかっていうことをですねちょっと調べたらですねこういった Q&A も出てきましたキャッシュカードの懸面をジャパンネット銀行からペイペイ銀行に変更するにはどうしたらいいですかっていうページが出てきましてこれねツイッターでラックスさんから教えていただきましてまあ、こういった風に出ております社名変更後キャッシュカードの切り替えを行って 新しいキャッシュカードの件名はすべて PayPay ペペ銀行となります。ここですね、お持ちの旧社名のキャッシュカードが IC チップ付きの場合、1100円の手数料がかかりますということで、 ま、この感じの書き方だと、まあ、IC チップが付いてれば1100円がかかるっていう認識になるのかなと思って、僕のカード見たらこちらなんですけども、IC チップが付いてないんですよ。なので、もしカード券面ジャパンネット銀行からペイペイ銀行にもしかしたらできるのかなとか思いまして、まだね、ちょっと僕自身が調べきれてないんですけども、もし可能であれば、ちょっと手数料無料であればペイペイ銀行に切り替えてみようかなというふうに思ってます。 で、ちょっとペイペイ銀行の特徴に戻るんですが、ここもまたいいんですよ。カードレスで入出金借り入れ、ペイペイ銀行アプリということで、まあ、簡単に言うと、このキャッシュカードがなくても、セブン銀行 ATM とかに行けば、今ね、 この女性が持ってるような感じで、この入出金とかができるっていうことになるんで、本当にカードがなくても手続きができるっていうね、かなり便利になってますよね。で、これ後ほどお伝えするんですが、ここがまあすごいんですよね。いつでも何回でも0円で ATM が使える銀行ということで、これは後ほどまた解説をします。ということで一つ目の特徴についてでした。続きまして二つ目なんですけども、便利な使い方ということで、これがね、結構ツイッター上ですごい話題になっておりまして、まあ何が便利なのかっていうと、まあ結論から言うと、手数料無 無料で現金を下ろすことができる。 ということなんですよね。まあ、実際にどんな風に下ろすことができるのかっていうのをちょっとなんとなくの流れで見ていただきたいと思うんですが、まあ、例えば他の銀行って今書いてるんですけども、まあ、簡単に言うと、ペイペイと連携ができる銀行口座ですね。ペイペイの銀行口座からのチャージに対応してる銀行口座。まあ、地方の銀行であったりとか、メガバンク、三井住友の銀行とか、まあ、そういったものですね。まあ、そういったところから直接、セブン銀行 ATM とかでお金を下ろすはやっぱりいくらかの手数料がかかるんですが、今からお伝えする方法であればもう無料で行うことが できるとまずはその地方銀行とかメガバンクから普通のペイペイのアプリにチャージをしますペイペイ銀行ではなくてペイペイのアプリにいつも通りチャージをしますここまではオッケーですねでそこからペイペイ銀行に出金をかけますでこの出金のところなんですが先ほどもちょっとちらっとお伝えしたように ペイペイ銀行のみ出金の手数料が無料で、他の銀行の場合は出金手数料が100円かかります。まあ実際にペイペイのアプリのどこで出金をかけるのかと言いますと、このいつものね、ペイペイの画面から、ここの右下に残高というところがあるので、そこをタップします。そしたらですね、この残高の画面が出てくるんですけども、ここにですね、出金という項目があるので、ここをタップします。そしたらですね、銀行口座に出金という項目で、僕の場合は今、三井住友銀行とペイペイ銀行が出ております。で、この三井 住友銀行に出金をかけたい場合に関してはこの他行に該当するので100円の手数料がかかりますですけども 今お伝えしたこの PayPay ペイペイ銀行に出金をする場合ですね。その場合は無料になるんで、今回はこの PayPay ペイペイ銀行を選択します。なので、ここを実際にタップすると、ご覧のような画面に切り替わります。銀行口座に出金ということで、ここでですね、出金したい額をですね、入力をしてください。出金額を入力のところで、まあ今僕の場合、1093円しか出金できないんですけども、そういった風に入れたい額を入力して、あとはこの出金するをタップします。そしたらですね、普通に出金ができるっていう流れになります。めっちゃ簡単ですよね。でその出 出勤の際には、例えばですね、そのセブン銀行 ATM とかで出勤ができるんですけども、やっぱり気になるですね、出勤の手数料はどうなってるのかというところなんですが、ちょっとこちらを見ていただきたいと思います。それがこちらなんですけども、定型 ATM 利用手数料ということで、なんとですね、毎月最初の1回は、 入金も出金も0円っていうことなんですよね。これやばいですよね。あの僕は本当に今キャッシュレス決済とかキャッシュレスの生活をしてるので、本当に現金を使うことっていうのがほとんどないんですよね。なおかつ、現金というか出金することさえも本当に今少なくなってはいるのに、この最初の1回が0円っていうのはかなりでかいんですよ。ですけども実はこれだけじゃないんですよ。ここを見ていただきたいんですが、定型 ATM 入出金手数料毎月2回目からということで、最初の1回は いずれにしろ、すぐに使っちゃうであろうという風になると思うんですが、この二回目からの場合は、なんとですね。利用金額が三万円以上であれば、いつでもなんとゼロ円っていうね。これ結構やばいですよね。三万円未満の場合に関しては、百六十五円っていう手数料がかかるんですけども。三万円以上に関しては、いつでもゼロ円っていうね。ここは結構、個人的には熱いのかなと思いますね。一応ですね。定型 ATM としたら、セブン銀行 ATM 以外にも。イオン銀行、ローソン銀行 ATM、コンビニ ATM、イーネット。 三井住友銀行あとゆうちょ銀行という感じでまあこういったところで2回目以降でも利用金額が3万以上ならいつも0円っていうねここはかなりの強みかなと思いますなので本当に使い方によってはずっと0円で現金を下ろすことができるのでぶっちゃけねこのペイペイ銀行は本当に使い方によってはかなり優秀かなというふうに思いますまあですけどもわかりませんどこかでねこのルールが変わる可能性もあるかもしれないんですがその間はね全力でこのルールをうまく活用してもいいのかなという いう,ふうに思いますねなので、先ほどのね、この流れにちょっと戻ると、この ATM で出勤する場合に関しては、月1回までであれば入出勤手数料が無料でできまして、2回目以降に関しては3万円以上で無料でできると。で、おろす際には、普通にセブン銀行 ATM とかの画面でカードがなくてもおろすことができます。もうすべてがスマホで手続きができまして、あとは実質手数料無料で出勤が可能ということになります。 まぁちょっとね、やる動作としたら、今文字にするとちょっと長いかもしれないんですが、ただ単に普通に PayPay ペペにチャージをして銀行口座から、そこから普通に出金の手続きをかけるだけでいいので、あとはね、自分が引き出したいタイミングで、セブン銀行エーテムからお金を下ろすっていうね、そういった流れにはなるので、まぁ個人的にはこの PayPay ペペルートが本当に熱いかなと、まぁ勝手に PayPay ペペルートって言っちゃってるんですけど <laughs>、使わない理由はないかなっていう。やっぱりね、現金を下ろすだけで手数料がかかるっていうね、本当にちょっと意味わかんないんですけども、 そこがね、クリアにできるっていうのであれば、使う価値はかなりあるかなと思います。で、続きまして、三つ目なんですけども、こちら、お得なキャンペーンということで、もうこれがあるから、もうせっかくなら PayPay ペペ作っちゃおうというようなキャンペーンが絶賛開催中でございます。それがこちら三つのキャンペーンなんですけども、軽く一つ一つ見ていきましょう。まずこちら、誕生記念新規講座解説キャンペーンということで、それがこちらですね、講座解説で最大4500円プレゼントということなんですけども、まあこれに関してはね、ちょっと 前ぐらいから開催されてた超ペイペイ祭りぐらいの時期から開催されたものにちょっと近いかなと思います。まあキャンペーンの期間なんですけども、講座開設の申し込み期間として本日の4月5日から4月の30日までいっぱいということで、講座の開設期限に関しては5月の31日月曜日までで対象となるのは個人のお客様。 で、特典の内容なんですけども、まずは、この条件1と2を達成したら現金を3000円プレゼントということなんですけども、まずこの条件1に関しては、ペイペイ銀行金庫の口座を開設すると。ここまで OK ですね。で、条件2に関しては、開設月の翌月末までに開設した口座に一度に1万5000以上を入金すると。そしたら3000円がもらえるということなんで、とりあえず開設した瞬間に1万5000円を入れれば3000円もらえるので、 まあ条件は結構緩いかなと思います。で、その後条件3を達成したらさらに1500円がもらえるっていうことなんですけども、それがこちら、解説月の翌月末までに解説した講座を PayPay チャージ用講座に登録をするっていうことなので、ただ登録をするだけでいいんですよね。そしたら1500円がもらえるので、ぶっちゃけ条件としたらかなり緩いかなと思います。もちろんね、金額としたら1万5000円ってのは大きいんですけども、ただ入金をして、 PayPay に口座登録をするということだけなのでまだ持ってない方に関しては口座解説する価値はかなりあるかなと思いますでちょっと気をつけてほしいのはこのプレゼントの対象外になる方に関してはちょっといろいろ書いてるんですけどもここですね同時期に開催されている異なる特典ページから PayPay 銀行口座を解説された場合ということですので例えばなんですけども今ねちょっと今案件はないんですけどもポイントサイトとかで口座を解説された方まあそういった方に関してはおそらく 対象外になる可能性もあるのでなのでとりあえずこの画面からこの一番下に出てるこの講座を解説するというところから解説すれば今回のこの最大4500円プレゼントの対象になるということになるのかなと思いますなのでそこはね一つちょっと気をつけてほしいところではありますねで続きまして二つ目のキャンペーンなんですけども PayPay 銀行アプリアプリログインで100円プレゼントということで ま、それがこちらなんですけども、PayPay 銀行アプリというページが出てくるんですが、キャンペーンの詳細ページが出てきます。PayPay 銀行アプリにログインで100円プレゼントということで、期間は4月5日から5月31日まで。 対象者に関しては、期間中に新規講座開設をした個人のお客様ということになりますので、なのでそれ以外の方は対象外となりますので気をつけてください。内容は至ってシンプルで、2021年の6月30日までに PayPay 銀行アプリをダウンロード、そこからログインしたら100円がもらえるということになってます。エントリーとかは特にないみたいですね。 で、もらえる時期に関しては7月の中旬となりますので、忘れた頃に付与されるかなと思います。ちなみにこのスマホ ATM 開始記念ということで、4500名様にセブンイレブン商品が当たるキャンペーンも開催されてるみたいですね。で、最後3つ目のキャンペーンなんですけども、ビザデビット毎月500円たくさん使えば当選確率10倍ということで、まあ、それがね、こちらのキャンペーンなんですけども、たくさん使うと当選確率10倍ビザデビットで毎月500円が当たるキャンペーンということで、期間に関してはご覧のような期間となっております。 対象者としたら、個人のお客様となってますんで、おそらくこれに関してはほとんどの方が対象なのかなと思います。ちょっとここを問い合わせて確認してないのでわかんないんですけども。で、内容としたら、各期間中にビザデビットを合計2万円以上ご利用のお客様の中から抽選で20人に1人500円をキャッシュバックされると。 で、合計5万円以上ご利用いただいた場合に関しては当選確率が2人に1人500円をキャッシュバックということになりますんで、まあ使う金額が高ければ高いほど、まあ当選確率は当たりますよと。まあちょっとね、金額は高いので、これに関してはもう無理に参加する必要はないかなと思います。他にもね、プレゼントの時期であったりとか、注意事項もそれぞれ書いてますんで、参加される方はですね、それぞれチェックした上で参加してみてください。すごいですよね。PayPay 講座を開設するだけでこれだけのキャンペーンに参加できるので、うまみは結構あるのかなというふうに思います。 ということで、本日お伝えしたことをまとめです。ジャパンネット銀行から PayPay ペイペイ銀行に社名変更されましたよということで、まあその中でもね、一際目立つのがやっぱりここですよね。手数料無料で現金の出金が可能ということで、まあ一部ね、条件とかはあるんですけども、手数料無料でね、現金を出せるっていうのは、かなり魅力的なところなのかなというふうに思います。まあその際はね、この流れを使ってある程度把握していただければ、まあ慣れない方でもすぐに慣れてくるかなと思いますので、スクショなど撮っておいてください。 で、もしですね、今回の PayPay ペペ銀行を作成される方に関しては、お得なキャンペーン3つ開催されておりますので、このタイミングで作成してみるのも価値はかなりあるかなと思います。まあ、そんなこんなで今回はジャパンネット銀行、改めペ、PayPay ペ銀行について簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。 本当ね、このペイペイ銀行口座開設がお得なのはもちろんなんですけども、今回のそのね、キャンペーンも含めて、個人的にやっぱり嬉しいのが、まあ、手数料無料で現金を出すことができる。まあ、やっぱりね、これに限るかなと思います。先ほどもね、ちらっとお伝えしたんですが、まあ、僕自身ね、キャッシュレスな生活で本当にね、ここ数年生活をしているところではあるんですが、やっぱりね、現金を使う場面っていうのは、 少なからずあります。生活の本当に1割ぐらいやっぱ使うことはあったりするので、この出勤に関してはね、まだまだこれから重宝しそうな気がします。ですけども、やっぱりね、これに関しては、どこかのタイミングでルールが変わる可能性っていうのは少なからずあるかなと思います。やっぱりこの手数料0円というのがね、魅力的で、ついね、去年のどこかあたりまでは、覚えてますかね 無料送金アプリのプリンっていうのがあったんですけども、それがね、ちょっとルール変更されて、まあもちろん送金アプリとしたらすごい便利なんですけども、それがルール変更が変わって、僕も利用頻度が下がってたとこではあったんですが、今回ね、この PayPay ペペ銀行が誕生したことによって、その手数料がかかるっていうところを払拭できるっていうところがかなりの強みかなと思いますんで、まあもしですね、講座解説検討されている方はですね、まあお得なキャンペーンはもちろんなんですけども、手数料無料で現金が出せるってなれば、かなり心強いかなと思いますんで、作成を 検討してみるのもいいのかなという風に思います今回お伝えしたね参考にした資料の URL 一応下の概要欄にリンクそれぞれ貼ってますので詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございましたプリン元気かな